大家早安，我是鹿酱，跟蛋姐。现在应该不是早安，应该是晚安了。今天我跟文章呢要去西东美酱，要去小童的家里。你好，爸爸是你。那小童他是台日混血，妈妈呢是台湾人，爸爸是日本人。那他们家的人就说也很想见文章，所以我今天就要带文章去他们家了。そういうの初めてかもしれないね。ね、私もなんかどうなるのか分からなくて、でもすごい楽しみです。ね、楽しみ。今日は西東美酱のお父さんに何か相談したいことありますか？日台夫婦のね、いい秘訣とか聞こうかなと思います。パパ、ひとみちゃんと会いました。ひとみちゃん久しぶりです久しぶり。あと文旦とひとみちゃんの初初めまして全然初めましてな感じしないですねネギクレープパイのおすすめのトッピングありますか？究極な質問ですね。やっぱり、はいはい、卵とか。お、卵いいですね。あとバジル。バジル？食べたことあります？ないんですよ。那我们两个现在已经进到小童他们家了。すみません、止まらないままですよ。あ、そんな、不好意思。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。我们现在已经坐到小童他们家的桌上，今天要在他们家吃妈妈帮我们煮的晚餐。谢谢妈妈。妈妈今天第一次来，不知道给你们煮什么。没有，什么都吃。我们文丹跟我什么都吃。いやもう楽しみすぎる。这个是文丹的位置，他们说这个放筷子的呢是蓝色的。然后呢，我的位置是粉红色的，茄子跟小黄瓜。这是台湾大哥送给我的，从台湾来的。哇，哇。现在他们拿过来的是小童妈妈做的美酒。2016年熟成梅酒，香りしてます。はい。おお。こだわりどっちがいいですか？ロークですね。ロク。あとひとみちゃんお酒めっちゃ強いです。おお。パパ譲り。谢谢小童，还特别这样帮我们弄美酒。梅酒、啤酒。それ。めっちゃおしゃれ。梅も一個入れちゃおう。哦哦，现在妈妈好像要拿萝卜糕过来了，文当最喜欢的萝卜糕。萝卜糕で点数を稼い。来啦！こちらは白川家系のスタイルで。太陽糕。これも作ってるんですか？すごい。すごい。トミちゃんのお母さん何でも作れますよ。もう神です。文丹跟爸爸，都过，都过，干杯，干杯，耶，トミちゃん，トミちゃん，干杯，あ、美味しい，美味しい，本当に、いや、本当の美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。お土産持って帰って、はい。梅酒のお土産。谢谢。他们为了我做的一个里面没有那么多萝卜的萝卜糕。自家製タレだ。ね、タレ美味しそう。ね、好吃。好吃。好吃哎。好吃吗？好吃。现在送来一碗汤，不知道里面是什么。哇，不是贡丸，鱼丸。これも絶対不讲好きなやつ。贡丸ではない。贡丸ではない。これ多分鳕鱼丸だね。あと隣のこれも美味しい。これ冬瓜で言うの。やばい。チークや。絶対好きでしょ。好きなやつ。ちくわとか大好きなんで、こういうのも大好きです。よかったね。よかったね。小童他们家还准备了咸酥鸡。哇。今日老板娘になります。なんかいろんな種類ありますね。有咸酥鸡跟茄子、还有天妇罗跟猪血糕。文旦多分初めてこういうの見ました。台湾ではこれ自分で好きなものを好きな分だけお椀の中に入れて、であそこで揚げるみたいな。美味しいですよこれ。みんな夜食絶対食べるって感じ。バイキングみたい。妈妈推荐从哪个开始炸？我当然是鸡肉啊，鸡肉比较贵，可以赚比较多钱。不愧是老板娘，这么专业，还有这个，很多鸭蛋，对，台湾的鸭蛋みたいです。嗯，そう。食べたいものを入れる。これ好きなの。本当？よかった。でよ、鶏。文当喜欢吃这种甜不辣，他们不是讲口で好きだと思うかな？これも美味しいですよ。台湾的鸭蛋。谢谢妈妈。不客气。妈妈，文当夹太少。盐酥鸡来了，咸酥
且还有这个是台湾的竹签。これ本当美味しいよ、ふーちゃん。本当美味しそう。日本人唐揚げ好きだから絶対大丈夫ですよ。でも文旦はまだ本当の台湾の鮮すじ食べたことないからね。あ、そっか。本当の台湾は知らなかったと言われた。まだまだでしたか。小童在拍照。我也很喜欢吃那个，我也超爱的。いただきます。熱いよ。あ、よ。好吃。好吃。好吃。他很喜欢咸酥鸡。啊，我也是。对，就讲那里。私もちろん咸酥鸡です。啊，やっぱり。好吃。嗯哼哼哼哼哼。好吃。好吃。超级好吃。超级。妈妈，我也有。妈妈，我也是。爸爸来拿酒给文当一起喝。好，这边。本当めちゃくちゃ美味しいです。よかったね。さすがママ。ありがとうございます。素敵なご家族。ふーちゃん台湾知り尽くそうとしたんですけど、まだいっぱい食べたことないね。ふーちゃんに連れてってもらわないと。今日は咸酥鸡デビューしてよかったですね。いやもう今日は最高やった。いやね、本当美味しいです。本当ですか？なんか日本でもいろんな店で咸酥鸡食べたんですが、味は違うやっぱり。さすがママ。いっぱいお酒飲んだね。ついじゃ。睡觉，不要睡觉，困る，困る，みんな困る。大丈夫、あの飲ませたパパが悪い。パパが悪い。責任を持って。責任持って。とか言って自分も飲んで、何もできない。責任持てない。責任持てない。パパに聞きたいことだ。夫婦の長続きはどうしたらいけますか。とりあえず我慢する。我慢。ああ、それ確かに重要かもしれない。台湾の女性は強いですか？イメージはあるし、実際はまあ強いけど。でもその場を我慢すれば結構後々になって良くなる。ああ、それは結構我慢できないとまずいけど。ああ、俺も結構我慢してます。お、あら。我慢してる。我慢してる。やっぱり。だからうまくいってたし。ねえ、じゃあ私逆にママに聞く。夫婦長続きはどうした方がいいですか。ママ我慢しないでしょ。うん、不用了ない。我慢しなくていい。こっち我慢する。こっち我慢しなくて。ママだから合ってるかもしれない。そうしないよね。バランスうまくいかない。わかりました。我慢します。男は辛いよ。妈妈现在拿了自己做的豆花要给我们吃，谢谢妈妈。刚才妈妈有问我们豆花都怎么吃，是加红豆还是糖水？哎，我平常都吃糖水，就说糖水了。啊，这个是糖水，对，这个也是妈妈自己做的吗？对。哦，妈妈好强哦。いただきます。豆花，初めての豆花かな？嗯。嗯，这这美味しい。私も食べよう。哇，台湾的，完全是台湾的味道，吃起来真的是台湾的味道。吃完豆花之后，妈妈还切了芒果给大家吃，谢谢妈妈。客气啦。吃饱一点。哦，これも取るようになんか取る用の。他们为了让我们拍芒果，特别就拿了一颗出来。哇，他们说的这个切法是可以最保留芒果的甜味。好吃。芒果は一番好きな果物。大好きです。哦，よかった。ママ大好きだ。超好吃。超好吃。好甜哦。妈妈刚才煲了汤，说要给我们带回家，给我们带回家，穿得很台湾。然后文旦说他明天中午要热来吃，妈妈教他说怎么把这个袋子打开。よかったじゃん。明日のご飯。开心哎。心がこもってる感じですね。ね、普通台湾人はそういう開心言わないよ。台湾人もっとクールですよね。開心。子供みたいな。
妈妈还准备了萝卜糕跟小麦粉给我们带回家，谢谢ひとみちゃん。楽しかった。もう本当めちゃくちゃ楽しかった。どうぞ。かっこいいな。どうぞ。かっこいい。いつでも行くよ。ありがとうございます。また来てください。素敵な時間過ごしました。ありがとうございました。また来てください。うん。ありがとう。バイバイ。拜拜。Hello， 大家，我跟文道现在已经回家了。回家啦！楽しかったね。いや、幸せな時間だった。ね、本当めちゃくちゃ幸せでした。ね、美味しかった。料理も美味しかったし、ひとみちゃんたちの家族もみんないい人。ね。ね、なんかほっこりしました。本当に。本当ね。本当今回誘っていただいてありがとうございました。ありがとうございました。もう本当すごい楽しかったんです。楽しかった。いい夜を過ごしましたね。ね。那我们就下次影片再见，大家再见，拜拜。拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。